実によくできましたね。このパキプスの色と鉢の色、そして鹿沼土のね、コントラストがかなり近い色になっていることによって一体感が生まれてますよね。やっぱりね、鉢を手作りで作ることによって本当に真にね、その植物が自分のものになるというような形なんですかね、私の中では。なんでね、そんで何がいいかっていうと、ここのね、いやもう見えギザギザと丸がね、そこはね相反するところなんですけど、それが一体となってるっていうんですよね。どこから見てもシルエットが見えるね、シリエットじゃないですよ、シルエットですよ。それが素晴らしいじゃないですか。どうですか、いいですね。やっぱりね、 A 面はこっちかなって感じですよね。 A 面はここの丸みが見えてるところ、ここのところ、まあこれが A かな、この角度斜め45度で、あ、これ、ここ、まあ、このカメラから見るとこの角度かな、斜め45度で、なんかあれコッペパンが置いてあるみたいな、そういうね、イメージ。あ、コッペパン、キノコかな、キノコ揚げパンかなみたいな、きなこ揚げパンです、キノコじゃないですね、きなこ揚げパンがあると思ったら、あ、これココア揚げパンだみたいな、そういうねイメージですね。はい、まあ、全体を俯瞰してみると、まあ、葉っぱがあそこについてまして、こんな感じなんですよね。いいじゃないですか、マジでいいじゃないですか。よくできたな。まあね、このパキプス用に作ったんで、まあ、この植物をね見ながら作ったんでね、もちろんね、絶妙にマッチしてるなというような感じですね。はい、じゃあどうもありがとうございました。最後見てくださいね。